現在日本郵政グループが新規事業に参入する場合総務省と金融庁の認可が必要です今回の見直しで政府が指名する有識者らで作る第三者委員会が日本郵政の希望する事業内容を審査し適当と認められれば政府への届出で済む方向となりました政府は郵政改革法案に盛り込むため最終調整を行っています ゆうちょとかんぽの限度額の引き上げがすでに打ち出されているほか、日本郵政はがん保険などの新規事業を検討していて、相次ぐ規制緩和に民間金融機関から改めて批判が出るのは確実です。